川崎競輪場。川崎競輪場は神奈川県川崎市川崎区にある競輪場。施設所有及び主な主催は川崎市。競技実施はジャカ・東日本地区本部南関東支部。電話投票での競輪場高度は34。実況は東京電説工業で主に西山栄一が担当している。 川崎競輪場は1949年4月に開設された。毎年4月に記念競輪の大花賞が開催されており、2003年からは南関東自転車競技会副会長を務めた海老沢清文の功績を称え、大花賞展海老沢杯として開催されている。一時期は特別競輪に近い開催として扱われたほど異元ある。 記念経輪の一つであり、近年の優勝賞金は、副賞の割増しで規定より高額になることもある。なお2010年は次期移動で7月に桜夏賞として開催され、2011年の開催は、東日本大震災による計画停電の影響を考慮して中止となり、2014年は次期移動で5月29日から6月1日までの開催となった。 なお2017年4月の記念開催は、ナイター競輪として実施され、8月にも議員のナイター開催が追加される。また過去には、加月園競輪場の主催者であった、神奈川県競輪組合も川崎競輪場で主催していたことから、2010年廃止となった、加月園競輪場の記念競輪、議員を、加月園メモリアルとして2年に道田原競輪場と交代で、 大体開催し、2014年まで開催した。S 級シリーズとして、現役時代は生涯先行一本として、特別競輪を数多く制した、地元出身の高原久志号を称え、高原久志5杯も開催されている。また、下月園競輪場で開催されていた、南関横浜ロイヤーズカップも、東場に移動して開催されている。 1999年6月4日からは、白母競争、サマータイム競輪が実施され、2001年7月10日からは、ナイター競争、アーバンナイトレース、略称、アンアニー行使実施された。また2004年の7月から、永久ツイントーナメントで前半戦、ファーストステージ、後半戦、セカンドステージを実施していたが、2005年6月20日を、もって終了した。 都心からも近いことに加え、人口密集地域に立地することから、現在は入場者数日本一を誇る、全国有数規模の競輪場である。特別競輪も過去に、日本選手権競輪を3回、オールスター競輪を4回開催した。しかし昭和40年代頃に特別競輪だけでなく、記念競輪においても観客が、客席から走路に溢れ出す状況になっていたものの、 敷地上は、富士見公園内に所在していることから、都市公園法により選手関係の施設や観戦スタンドの改修に制限があったため、1965年のオールスター経理に以降は、GI i 以上のグレードレースを開催してなかったが、2005年8月には40年ぶりに GI のサマーナイトフェスティバルが開催され、その後2009年と2016年の7月にも、 サマーナイトフェスティバルが開催された。また近年まで中央競馬などと同様に最終競争の一つ前にメイン競争が実施されていたが、これは来場客の帰宅を分散させ近隣の歩道橋などが滞らないようにしていたためであり、現在は多常同様にメイン競争は最終競争に実施している。トータリゼータシステムは富士通フロンテックを採用しており、 締め切り同期、5分前の音楽はビバルディの春を通年で使用している。場内における飲食店の充実ぶりは静岡競輪場並みに評価が高く、場内店舗で販売される飲食物の種類は価格設定も比較的廉価。マスコットキャラクターは猫のキュウちゃんだが名前の由来は川崎区出身の坂本キュウと 競輪は9人戦が基本であることをかけて命名された。2015年には、坂本級カップも開催されている。2018年度の新イメージユニットには、女性声優3人組のグループ、シンクウェイショス、シンクアイシャスが就任した。2012年8月25日からの開催より、手芸活式投票にあたるチャリロトが発売される。なお川崎は、平塚競輪場。 小田原競輪場、松山競輪場とキャリーオーバーを共有するグループ A としての発売取り、キャリーオーバーの対象外である、チャリロト3は、川崎の開催では発売されない。2017年4月8日から、場内のバックスタンドと西スタンドの2カ所に、チャリロトプラザがオープンし、会員登録により、場内でのシゲカツ式購入が可能となっている。 なおバックスタンド側は本場場,場外の非開催日でも毎日昼間に営業している。なおナイター開催日は昼間より最終レースまでの営業となる。一周400メートルの標準的なバンク。かつてのバンクはレムニスケート曲線の上直線部分が短く、さらにコーナーに差し掛かる部分のカーブが比較的急であったことから、選手からはセンベイバンク。 四角いバンクなどと表現されていたが、後のバンク全面回収で曲線部分が大幅に改善されている。やや、関東、傾斜が大きいからかコーナーからめくりが決まりやす。特に3から4コーナーからは選手が勢いをつけて最後の直線でよく伸びるので後方にいてもチャンスはまだある。めくりが有利な展開が多いが、最後の直線で後ろの選手数人に抜かれる。 ズブズブらいやすく、自力型の選手には、厳しいバンクと言える。地理的に区内全域が平地であることから、海からの風が届きやすいが、かつては、ホームスタンド以外の建物が、それほど高くないので、圧迫感はなく、開放的で、風も吹いても渦巻くことはなかった。しかし2014年に、西スタンド、工術が完成したことから、スタンドの影響を受けない。 バック側が主に風の通り道となっている。大型映像装置は2コーナー側に設置されている。なおバンク内側には陸上競技対応のミニトラックが付設されているが、これは開設前のトーチが陸上競技場だった名残である。かつてはバンクを取り囲むように観戦スタンドがあり、360度好きなところから観戦することができた。 ただし以前は全室の法令によりスタンドの改修に制限がかかっていたため大変古い建物もある。特にコーナーにあるスタンドではベンチが斜めになっているなどおおよそ快適とは言い難い。そこで施設を所有する川崎市では法令の建て直すことは許可がいるお逆手に取り内装を変更するつまりリフォームで感染設備の改修を行いこれによって 旧発売窓口を利用したシアター指定席、短期間で建築物の新築取りホームを2段階で行ったバック側特別観覧席、既存のホーム側特別観覧席にガラスをはめ込む広報で2006年4に完成した新特別観覧席などを造成している。観客の取り合い防止と施設駐車場あり当てなどの関係上、近隣の川崎競馬場との日程を調整しており、 台風や降雪、その他不測の事態で延期になった場合を除いて、基本的には同じ日に本場開催されることはないようにしている。ただし場外発売を除く。また、かつては、近隣の花月園競輪場、2010年3月廃止、とも場外発売を含め、同じ日に開催されることはなかった。ただし、花月園競輪と川崎競馬は同じ日に、 本場開催されることはあったほか、同じ神奈川県内にある平塚競輪場及び小田原競輪場、比較的近い場所にある京王角競輪場及び立川競輪場とは同じ日に本場開催されることはある。かつて川崎競輪場を近隣の川崎競馬場内へ全面移転し、競馬場のトラック内地下に競輪用のバンクを造成する計画が持ち上がったが、 これは競馬場所有の読売ランドが難色を示したため実現なかった。2010年に川崎市は川崎競輪場の全面改修計画を発表したが、これは近隣の富士見公園と一体で敷地区分の整理を図ることや設備の刷新を目的としたもので、競輪場はコンパクト化されることになり、メイン及びバックのスタンドは現在のものを残すが、 東側を大幅に縮小して、公園敷地に転換し、バックスタンドの裏側に新しい選手宿舎を建設して、GIX の特別競輪の誘致を図る。また西側はイベントステージとして全面刷新され、場内の飲食店も西側に移転する計画となっている。工事は2012年6月より本格的に行われており、2014年4月には先行して、 西スタンドが完成し、場内の飲食店が移転した。現在も開催と並行して工事が実施されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。